ない。あ、すいません。北海道。着きまして。つまり明日が返済ですね。ああ。はい。運命の日ということで。いや、別に、もうそこまで緊張感ないやろ。あ、もうなんか、もう慣れましたね。慣れたというか、まあ。はい。もう何も怖くないですね。うん、結構、元気なお父さんやってるの、昔は。昔は本当に、血気盛んで、ああ、テレビ10台ぐらいぶっ壊して。だから今は丸くなったかなと思って、うん、だからまあ今回もね200返すってなったら、はい、まあ笑って許してください、うん、まあこの前日の動画をその返済動画の前に出すか後に出すかちょっと分からへんねんけど、ああそこ全部左右するかも分かんない、うん、前後な、あ左右はないよ、あごめんなさい、うん、その別のチャンネルであげへんあそうかそうか、あやばいやばい、言葉のあやってやつですね、いやもう全然違うな。なんじゃこいつ。ごめんなさい。俺だけ変わるかな。とりあえず前日なんでね。はい、ちょっとパッとケーキ漬けのということで、ああ、はい、ちょっと買ってきました。ね、失礼。これなんかね、三好のっていうなんか北海道の餃子の専門店なんですけど。カレーが出てきたから。すいません、カレーの。でこれが餃子なんですよ。三好の餃子っていう。なんか。これカレーはなの？カレーはなんか。美味しそうだったもんだからえ、カレーと餃子が有名とかっていうこと？あ、そうですね、一応カレーもまあまあ有名って有名ですね、うん、ちょっとニシンの切り込みね、これ大根のカツカツ漬けってやつ、いや誰がビジネスホテルでちょっと飲むときにこんなん買うねんえ、これ切ってないやつじゃん、え、なんで切ってないんですか、なんで切ってないのこれ、あでもこれでかじるって、ああそういうことで、はい、でこれがなんかイカのジャンカラってやつで、これ俺本当にもう正月はこれでした、伊豆市っていうなんかニシンの、これめちゃくちゃ美味しいですね、正月は絶対北海道人は食べるやつ、ニシンハタハタって書いてくる、あそうハタハタっていうなんかニシンの魚なんですけどでちょっとで何買ってきたの、スナックのこれ、あこれも有名ですね、たこ焼きのえ、関係ないやろ、これでも北海道だと思ってない、広島やけど大阪ですらなかったえ、食べてたの、あ、食べてました、プール終わった後食べちゃう、そうなんや、はいはい、これは多分北海道、こうやってこれジャガちょっとおかしい、ええわちょっと直して、はい、食い終わってからなんか見ていくわ、もうじゃあどうぞ、ああもういい、あいいよ片付けて、これのロケビジホ飲み会やな、そうですね、あれだから前やったのが東京だったから、違う違うねえお前すいませんゲップで会話のリズム取り出すなよやばいやばいやばい、これが札幌クラシック、札幌の生ビールですね、限定ですね、じゃあはい、はい、明日本当に、白黒つけましょう、はい明日決闘すんの俺ら、そうですあー戻ってきましたね、なんか、うん、三好の餃子、それはい、それ焼いてるやつ、それ焼いてるはずだと、確かにこれもちょっと怖いねんけど、あれいいんだよね、あー焼いてるわ、焼いてるよね、あーよかったよかった危ない危ない、焼く前なんてできたそこそこしまいてるとこやった確認しとけよっつって、はい、そう、こんな感じで、はい、じゃあ見てください、ちょっとじゃあいただきます、ちょっと今日何もかたうん、うんうん、普通だねこれえ、うん、これあれじゃないの、ローカル飯じゃないの、ローカルなんですけど、まあなんか普通かなと、うん、懐かしそう、懐かしい感じがしましたね、母親がよく作ってました、冷凍したやつを焼いて、うん、あ、でもうまいかも、あ、うまいうまいうまい、でも美味しいよ、食べてみて、うん、うん、まあまあまあ、あ、はい、普通じゃない、あ、うまい、結構なんかちょうどいい味付けなんですよね、濃いな味これ、うん、確かに濃いね、うん言わん方がよかった気づいてなかったあ、でもうまいね、あ、うまいな、でもちゃんと味付けしてるね、皮の中、そうやろ、うん、あ、うまいなこれ、美味しい、あ、よかったよかった、うん、あ、カレー、あ、うまそう。
一応ダイエットしてたから。そうなんですよ、ダイエットして。こんななんかゴテゴテのもくん久々なんじゃない？いや、めちゃくちゃ久しぶりですね。まあ1ヶ月ぶりぐらいですね。まあ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 。炭水化物抜いてたんで。うわ、そう。うわ、カレーか。最高だな。あ、めっちゃいいにする。ね。あ、うまそうやな、このカレー。うわ、絶対美味しいぞ、これ。美味しい。なんか最高だ。いや、米食えてなかったから。めっちゃうまいよ、俺。米食えてなかったから。うまっ。うまい。もうマジうまいよ。あれもなくなっちゃう。少ないな。なんか少ないですね。なんだこれ。そう、計算してなかった。どうしよう、餃子もらおう。うん、うん、うん、おいしい。かつくかすな。いやーもう、あー生まれてよかったな、ほんと。少なかったな、ちょっと。え、てか主食系さ、これだけ？これだけになっちゃったから。うわぁ、もっと買ってもよかった。何になっちゃったって。あ、これ。こんなもん、お前。米なしでこれだけ食うん。あ、そうですね。米買ってくれよかった。なんだこれ。なんだすごい。何してんの、これ。絶対そんな食い方ちゃうわ。うまっ。うまい。うん。うまいよ、うまい。めっちゃご飯欲しい。ああ絶対そんな食い方ちゃうわ。うわ、うまそうや。なんかくせえな、これ。酒かすかなんかついてんじゃない？俺酒かすですね。味付けはパンパンやろ、これ。うん、うまそう。米は。ごめんない。今回肉、米やってんしょ。確かにこれはご飯必要だった。失敗したな。誰か誰がまんまでこんなもん一本食うねん。じゃあお前さんは持ってとくね。はぁ、あ、すいません、米調達してきました。あ、はい、あの、いいよ、おねぎです。ちょっとおねぎ買いすぎやろ。そうですね、ちょっとこれやったな。うん、おんぐ、なんかこれじゃないやつ食べた。いや、それダメだ、次から。あ、そうなんですか。なにこれ。食いたくないな。お前のことやん。あ、ほらほら、あ、おいしい。精進料理中の精進料理。大根と米。すげえ匂いすんな、それ。うわ、なんか嫌な匂いする。もうそんなに一気には食う想定されてないからな。ね、ちょっと一切れ食ってふわっと変わるぐらいの想定やろうからな。いや、ほんとですね、一本でもう十分だったんですね。なんで二本食わなきゃダメ。十分まで一本もいらない、普通は。あ、でもあ、これ飲もう。何それ。あ、ガラムソーマ。ああ、何やったっけそれ。なんかうまいですよ。ガラだって北海道のなんか飲み物で、ドクターペッパーのバチモンみたいな。そう、味する。あ、そうなの。あ、そうそうそう、うん、でもうまいですよ、これ。うん、ちょっと次、ちょ、米がいっぱいあるんで、なんか米に合うやつ。あ、これですか、そう、うん、あ、なにこれ、あ、そういう風な。あ、ほら、これサビないから、こうなってて。大ピンチやん。あ、ほんといった。あ、すごいすごいすごい。一回出しちゃったらもうこれダメなんじゃない。全部食わないと。まあな、今やっと気づいた、それは。ちょっと今気づかない。商品棚の時点で気づかなかった。うまっ、うまっ、やばいな、これ。イカの辛いやつ、ちょっと辛いですね。うん、
それをその正月に食うって言ってこれね、本当に食べた方がいいです。伊豆市っていう正月にしか食えない。そうですね、正月限定で食べますね、これ、はい、縁起物とか。え、それ好きなんそれ。好きでした、めっちゃ好きだけど、年一でいいんや。年一で別にいいかなってあ、これこれ、うまっ、これだ。これうまいよ、これ。いや、めっちゃうまい、うん、これね、上田さん食べてほしいわ、これ本当においしいよ。うおー、どうすかこれめっちゃうまくないですか。おお、うん、わかります。酒と合うんですよ、これ。あれ、まあ、飲んだな一緒に飲んでました俺はかんわ、これ。あ、そう、そううわ、なんていうの、こんな生やと思うのか。あ、本当ですか。うん、この生さがいいんですよ。めっちゃ生やな、これ。うん、うわ、生臭くないでしょ、全然めちゃくちゃ生臭いあ、そうっすか。ごめんなさい、この岡山の方、これは否定したわけじゃない、僕がちょっと苦手なんてなってくる。ああ、上田さん的にね。いや、すごいな。え、いや、これ確かになった気分です。あ、本当ですか。本当ですか。いや、なんかなんていうの、ちょっと南蛮漬けっぽいんかなと思ってさ、軽く加熱してって思ってんけど、うん、もう生なんや、これ。そうですね、もう生のお魚ですね。うんいや、ごめん、あの、どん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 ですか、じゃあ。え、これがうまいんだよ、生の。うん、うん、うん、面白い。うん、うわ、なんかでも癖強いですね。うん、それがいいんだけど。うん、ああ、合わねえな、これ。それ合わねえよ。合わねえよ、これ。うまいわ、でも。ちょっと、せっかくなんで、これ。これはね、ほんと大好き。切り込み、食べました。切り込みってないとき、ミシンのこれですね。まじ、ちょっと今日はちょっとあの生魚系はええわ。あ、これダメですか。いや、今日はちょっとあの、いいかな、うんうんうん、これ、麹？麹にニシンだのな、うん、酒粕とか麹とか、うん、そう、これでもご飯止まんなくなる。うまっ。これやっぱ、うん、生魚文化がやっぱすごいな。うん、北海道ってそうなんですよ。うん、うまっ。伊豆市も切り込みも、すごいな、ちょっとこれ、匂いすごいな。ゲップが足かしらの匂いするこれあの、まあ、俺はちょっとだけ苦手だったなって言ったけど、あ、別にこれは、多分普通の人は多分美味しいんやろうな。そうですね、うん、漁師の人とかも知ってたと思う。うん、何やねん、なんか生臭くなるいくら北海道民でも、はい、え、だこんな食べないですもん、なんか一日で。うん、うん、うまっ。ちょっとしんどくなってきてる。しんどくなってきた。ちょっと食いすぎた、うん、あ、ちょっと気持ち悪い。はっきり言う。ごめん。うわ、すごい匂いするな。そう、なんかやっぱちょっと生臭すぎかな。だからあれやろ、これ親戚が集まって、そう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 、各自一切れ二切れ食うぐらいのノリのもんなんじゃないの。もしかしたらそうかもしれないですね、うん、4切れ食うやついないとか、うん、あ、いけそう。めっちゃうまい。全然違うわ。え、ここと、うん、これもうちょっと生臭すぎて。餃子が一番うまい。餃子が一番うまい。いやいやいや、もうこれ最低の動画で今のところ。いやいやいや、もうでも吹きちゃったんだよ、うん、だからその切り込みとか蓋あるやん。あ、はい、冷蔵庫、それもうちょっとあの冷蔵庫入れて。いかも蓋あるやん。あ、本当ですね。まあ一応実はここから3泊ともあるからな。そうなんですもんね。ああ、そう、ちょびちょび食ってたら強烈だったな、これ。いや、強烈ですね。いや、まあ好きな人はうまいんやもんなって味してるな。そう、結構あの髪の毛薄い人結構好きな。そうっす。え、そうなの。あ、そうそう、結構ハゲが吸い寄せられる味な。そう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 。もうちょっと言い方あるやろ。
まあでも結構あの親戚にハゲ多かったんでちょっともういいやこれ明日持ってこなんか実家にってこと？はい、ちょっとこれ食ったやつで全部持ってきます。あ、そう、よかった、贈り物を買わなかったんでねえ、それもお土産にするつもりだ。します。あ、そう、父さんつけそうなんで、ちょっと100万円2束どうぞ、それそれにしましょう、ちょっとなんかホタテのこれ貝柱、ね、貝柱なんですよ。どうして入りってことで、うん、入りってことはまだ正体不明でこれあ、かまぼこって言うんだよ、はい、もうええってそれ。ごめんごめん。ごめん。ビール飲んでる間にピストルで頭落ちるんですよ、それ。また落とる。北海道まで来てる？狙撃手が。うん。水しからなんかおかしくなった。くそ。くそ。分かったって言ったら、はい、なんかクラウンでハイボールってなんか、トカチの、あ何もいや、これちょっとブランデーがきついな、ちっちゃいやつギャロって、ほんとなんかもう手がもう臭すぎて、ちょっとそれをなんか食べます。これクリーミーカマ、あ、チーカマのクリームチーズ使ってるってことね。あ、そういうこと、あれめっちゃ美味しそうじゃん、うんうん、北海道まで来たな、なんかこんな思いしてなきゃな。何言ってんねんお前。うまい言うてぐさやんけよ。あふわ。もう分かったって。これダメだわこれ。ブランデーがきついですね。あ、うまい。あ、めっちゃうまい。うまい。うん。うまいうまい。あ、めっちゃうまいこれ。本当に？うん、あ、めっちゃうま。うん。なんか入ってますよこれ中に。何チーズやそれ。あ、めっちゃうまいこれ。あ、これ美味しい。うん。これめっちゃうまいですね。あ、美味しい美味しい。うわ。あ、なんでだろう。ちょっとなんか、そうだ。サバチップって。酒よ、あ、酒とバーコンナンバーチップみたいな、うまそうじゃないですかこれ、うん、ね、うん、おいしい、ドンタコスみたいな、あ、おいしい、うん、なんか、あ、うまうまいね、あ、めっちゃうまい、めっちゃうまいこれ一番うまいかめっちゃうまいそう、おいしい、うん、あとこれも、うん、ジャガチョコってなんかチョコレートも有名なんですよ、ジャガイモとチョコレート、あ、こういう感じで、あ、おいしい、美味しい、あ、うまっ、うまいでしょ、うん、あ、うまっ、あ、めっちゃうまい、めっちゃうまいこれ、うん、一番うまいこれホワイトチョコうまっ、あ、気持ち悪いそれ、主な原因は何だ、まあ、伊豆市ですかね、うん、なんか生臭すぎたかな、あれ、あとブランデーと、そう、ブランデーのやつか、伊豆市とブランデーで具合悪くなっちゃって、うん、あ、でも伊豆市はそうだね、喜んでくれるかな息子の食い差し喜んでくれるかなってこういう場面で使うこともちゃうあ、これ、おお、あ、これだ、食べてください、これはうまいんだよね、うん、どうですか
いやこんな感じの味かなっていう想定、はい、ゾンビ茶の味うまいうまいよ想定通りでした、うん、あよかったこれ本当にプール水泳でやって泳いだとそんなジェスチャーいらんであそうですかそう、うん、あでも餃子が一番重かったなんだかんだで三好の餃子が一番重かった、うん、カレーも美味しかったですね、うんうん結局、洋食なんだなと思っちゃったまず餃子洋食じゃないし、あ、そうですか。まあそれを差し置いたとしてもまとめすぎやろ。あ、本当ですか。結局洋食は洋食食べます。いらないです。食べさそうだ。いらないから、まあ部屋持って帰る。これあります。ちょっと味は選ばせてやる。ああ、そうですね。そうですね。結構やりますって言ったはい。いや、ちょっとあの、海鮮トラウマになってるやん。俺これ。ああ、いいっすか。うん。まあ、とりあえず、明日。明日ですか。ちょっと明日、ちょっとこれ、ちょっと、ごちそうしてあげよう。いや、違うで。メインの目的は変装やから。いすしの処理じゃないで。あ、ちょっとお土産、そうだ、あの、買ってきたんだよ、そう、それ。うん。あ、なんか、昨日のやつ。ああ、ちょっと。え、またそうだ。あ、またそうだ。何で？あ、これこれ、あの、イカの塩辛みたいな。あ、お肉だ。あ、お肉だ。